こんばんは、お疲れ様でーす。ハロー、今日もスーパーストリートファイターズ X のイベントをやっていきます。ワンピー側のザンギの方は初めて来てくれました。すげえ強いですね。今日のルールは関西のルールパクっていこうかなと思ってます。スーパーストリートファイターズターボ、このゲームはね面白いんですよ。魔力があります。
今日はルールをまあ決めちゃってますので適当にやっていきましょう。まあ20分とは言わずにもうちょっと待ってもいいかなと思います。2オン2って書いてあってますが個人戦でやる感じですね。今日は
皆さん、ルール説明も終わりますので、の試合はこれでストップでお願いします。ゲーマーズさんもこんばんは。クールジャパンのビデオ？わかんないな、なんだろう。ルール説明ありますんで、の試合はこれでストップでお願いします。の試合ストップでお願いします。この試合ラストはね、試合終わってからでいいです。全然2オン2じゃないですけど、ご了承ください。最後2オン2にしちゃおうか。それでもいいかも。ルール説明ありますよ。のじストップでお願いします。
聞いといてくださいね。お願いします。では、初参加の創造さんもこちらにどうぞ。よしさん出ないですか？出ないですか？出ないですか？いやいや出たい気分だったら出てください。いくらでも参加できる感じなんで。あ、大丈夫。はい、本日のルールを説明いたします。皆さん聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、本日のルールはですね、連勝したら決勝に勝ち進めるという個人戦でございます。関西ルールに近いですね。はい、連勝数が高い方の人が上に残りますという感じで、20分ハーフ20分ハーフで前半後半分けて2名ずつ抽出したいと思います。で、決勝戦はここ2オン2にしちゃいましょう。連勝数一番多い人と連勝数、まあその4人の中で一番少ない人で、組んで、まあ、2オン2の決勝戦をそっちも勝ち抜き戦でやろうかなと思っております。で、予選は2大進行です。片っぽしか映りませんが、そこはご了承ください。よろしくお願いします。で、どのように乱入していくかについてなんですけども、いいよ。どのように乱入していくかなんですけども、それはくじ引きで順番を決めますので、空いたところにガンガン入っていく感じです。はい、くじ引きのこの、まあ、3番引いたら3番手、向こうから1,2,3,4にするので、3番手引いたらここですね。5番以降は後ろに並ぶ、後ろに並んで空いたらすぐ入るでございます。20分で区切ります。20分の試合中に止めます。はい、20分経ったらね。はい、そんな感じでいきましょう。いや、連勝数が多い人、はい、多い人が20分の中で連勝数多い人が抜けます。で、バーサス杯に近いです。で、まあ、1位タイとかだったらいいんですけど、2位タイの場合はそこで決勝進出者を決める戦いを直でやってもらいますので、では配りますね。忘れてた、キャラクターは乱入する時点で自由です。毎回変えても構いません。毎回といっても、まあ、負けて次に並んで入るときは変えても構いません。黒が1から13、赤が1から2なので、黒が先ですね。黒引いた人が先に並ぶ感じになります。
まだ引いてない人。引いてない人、引いてない人。これあまりです。あまり。あ、じゃあ好きな方。では1番を引いた人、グッズさん、A 兄弟 1P が2番、グリグラさん、ピンクです。3番は黒野さん。はい、じゃあ第3が B 兄弟の 1P 側、これイグジットに合わせてコパンを押してください。4番、お、ミヤさんが、じゃあ B 兄弟の 2P 側です。で、赤の1番は14ですね。はい、じゃあ次5番から並んでください。じゃあもうプレイヤー合わせ座っちゃっていいですよ。じゃあ5番、6番、7番、7を引いた人、7はカーシムさん、違う、7持ってる人、7がない、タコ様じゃない、タコ様 7、 タコ様7番、はい、8番、はい、8番、9番、10 11 12 12 13 13、赤1、はい、オッケー、決まりました。それでは、始めていきましょう。キャラクター自由です。どうぞ。あ、カードはとりあえずまだ持っていてください、うん、順番入る前にここに置いてくれると助かります。さあ、それでは 1P 側グッチ、 2P 側グリグラからスタート。最近絶好調のグリグラ、そして手前の台ではダイガイルと三宅にやってますね。さあ、グリグラがリーチをかける。おっと、テイロン戦には定評のあるグッチが熱火剣も2回食らってたので、ほぼ試合終了ですね。スパコンが2つあるから熱火剣ヘリヘリ問題。さあ、遠距離戦になればもちろんリューペースですが、さあ打ち切った。あの後の波動拳は避けられない。おっと、ディレイが刺さった。飛びが入る劣化拳。さあ、劣化神拳でまずはグリグラ勝利。はい、どうぞ。衝動さんですね、一番後ろに並ぶ。なので、順番を崩さないように前に前にずりずりずり行ってください。7番ですからもっと後です。あ、うん、もっと7発か、あ、ごめんなさい。じゃあちょっと前にずれてくださいね。順番分かんなく なりやすいので、そこら辺、うまくやってください。さあ、手前側の台でもダイガイルが勝った。そうです、一番後ろに並んでくださいよ。さあ、もみって、初参加肖像残儀、この人はヘイの新しい MB が師匠と呼んでたのはこの人だということを聞きました。さっきのじや見てたら相当強かったですね。さあ、ここはレッグぶっ刺さって、さあ、これは2択いかない、まあ、2択いか、おお、強え、あのパンチ。僕がこれ記録しないといけないですね。あと誰が来たんだ、大丈夫か。まあいい、グリグラか。はい、さあ、相模教パンが強すぎるんです。おっと、劣化拳、
お、もんな勝負は避ける。避けたところでたまに確定をもらうので読み合いですね。さあ創造残に前になかなかいけない。さあ DD もらって劣化神剣うまく削った。グリグラが2連勝。カードは置きました。はい、負けたら一番後ろに並んでください。さあ手前はダイガイル VS ヨッサン、今日はバイソンを選択。かなり高いレベルでいろんなキャラを使いこなす人なので、こういうルールだとかなり映えるでしょう。が、おっと、さあタコ様が回せず、さあヨシさんが止めて、第3が負け。そこに入るはバイソン戦大好き友だ。大好きでしょ。これはねえわと。さあグリグラがザンギをいじめる回。さあレッツ支援、レッツ支援、あの削りダメージもこのゲーム相当でかいのでバカにならないですね。タコ様が燃やされて支援のガード、あそこでガードやばい。劣化で削られるグリグラが3連勝。はい、じゃあどんどんずれてくださいね。11いない、11、あれなかったかな、11です。さあこの後ろにはダルシムが2台並んでいる。さあ誰が勝ち抜くのか。20分ハーフですからね。やべえ、開幕の時間記録してなかったぞ。今何分か、何分スタートでした。まあいいや、今からじゃあ15分にします。15分にします。はい、今31分なので今から15分ですね。バレッカから、うわーっと、ヨシキさんが止められて、ここは友澤さんが勝って、対するはカワシム。おっとグリグラがなんと4連勝。4連勝は結構安全圏なのではないでしょうか。グリグラに入っていくのはてダルシム。じゃあ前に連れてってください。すいません、後ろの人詰まっちゃうんでね、なるべく前の方に連れてください。おっとてダルシムを一瞬でほぐり去る。ダルシム対フェイロン、いけないこともないカードになってしまった。フェイロンの触りに行く手数の多さがポイントですね。遠距離戦はかなりやりづらい。おーっとレッグ引っ掛けた、支援ガード、あ支援テレポできる、飛び込んでグリグラ5連勝は止まらず。さあ手前はカワシムが勝利、トモザが負け。じゃあ46分までです。46分の時点で試合中でも止めます。こういう感じでいきます。さあ手前はバイパー対カワシムという、これかなり熱いカードやってますね。そして配信台はシャルバイソン、この人もともとバイソンがメインキャラ。勝ちたければ強いキャラを使うんだ。
さあと、おお、うまい。でか、真剣で削れ。シャルバイソンが難しいフェイロン戦をやろうとしますね。さあ、対空反応はピカイチ。グランドストレートが機能する前をキープ。劣化が TNA つながらず、あーと劣化を下がったからのヘッド掴んでいく。さあ連勝数で上位の人が勝ち抜けるルールです。20分ハーフ2回でいきます。さあヘッド、前半勝ち抜いた人は後半、お休みなんでそこだけよろしくお願いします。さあバイパー負けて川島が2連勝。ここでおシャルマイソンが攻めた。グリグラ5連勝でしたね。さあ配信台に入るのは機械ガイル、ガイルかどうかわからない。お相手を見て、相手を見てどうすんのか。あ、じゃあもうちょっと前の方に進んでくださいね。ごめんなさい、後ろが詰まっちゃうので止めるためだけに入るというのもねこのルールはありになってきますね。さあ海外ルといえば前半戦の安定度うまい。シャルバイソンがゲージを貯めたんですがもう8割体力がない。中足うまい、パーフェクト。手前の台は加藤 DJ vs 川島ダルシム。加藤 DJ が1本取っている。さああと残るは10分ですね。11分か、結構進むのが早いですね。一周してだいたい10分ぐらい早いな、このゲーム。さあおーサムソニック、お、加藤 DJ 勝利。カワシムが2連勝で止まるからのダブルサマー削っていく。機械勝利。シャルでシャルバイソンも一勝で止まる。はい、じゃあ総合さん、あ、違う、ごめんなさい。じゃあ一歩前に出てくださいね。失礼しました。ワンピー側は宮健ですね。もう2周目入ってます。さあ宮健が海外ルに対して剣戦が一番得意と言ってた機械ガイル、かなり安定して勝ってますよね。さあしかし強襲張りの空爆を仕掛けに行く。ジャンプジャッキック、ジャンプジャッキック。さあ掴めない。これは終わったが飛んでくる。なぜ飛ぶ。さて前の台はグッチがバイソン、バイソン対 DJ。 ちょっとパス投げ、これはいい選択だったか。膝つかみから、おーっと決め打ち入っちゃう。あれを食らうのが機械。さあ宮剣も毒針を使ってきましたね。さあ端っこダウン、詐欺飛びつかめない。さあおっ、近距離中キックの使い方がない。こっちを使って投げ返していく。さあ後ろにたんまりスペースがあるので、こっから、おーっと前に飛んで危ねえ投げ返しの機会、あれを投げ返すか。あっと、さあ宮健がチャンス、チャンス到来あるのか。今のところ5連勝が1人、2連勝が1人ですね。さあ手前の台はグッチが負けて加藤が2連勝。
2連勝を2人並びました。さあ機械勝利、機械も2連勝。第3は何を使うのか、じゃあ前の方に連れてってください。どうぞ。あ、クレジットは上のピンクのボタンを押してください。ピンク、ピンク。さあ残すあと8分ですね、前半戦。ダイガイルとスカイガイル、開幕裏剣とソニック相手で裏剣とか微妙に減ってるけどあんま変わんないですね。裏剣という技も3年っぷり。手前の台は加藤 DJ VS 総合残儀。さあ飛んでいくガイルガイルでも飛びは有効。リードを奪ったら待つだけ。そしてその時に下がるスペースがある方が有利となります。さあガイルガイルで時間を使って、時間を使うというのもこのルール意味があることになる。さあ加藤がこれで3連勝。入ってくのがタコ様。加藤 DJ は今週東西戦でも大活躍、10連勝以上してましたからね。10番で出るにはちょっともったいない人材。さあ配信台のガイルガイルが試合が長い、試合が長いぞ。おっと投げて機械が勝利、機械がこれで3連勝。ああヨシが座る。これあの連勝数少なくても ペナルティはございませんので、そこは安心してください。で前に連れてください。すいません。さあヨシ S 流を選んでいく。 S 流がメインだと思ってたんですけど、ね、S 流の方が大会とかだと出場の頻度が高いですね。手前の台は佐藤様1本、加藤1本。現在座っている、2人が3連勝3連勝なので、これはいい感じですね。さあ投げた。S 流は X がいる線、もう逆転しにくい。点がしにくい。真空があるないとは大違い。前半でリードしないと勝ちづらいですね。さあ寄れず。さあ手前の台では加藤が4連勝、これで単独2位ですね。残るはあと4分ですよ。短かったかな。延長、いやいや、後半戦20やるから安心してください。安心ではないか。さあ勝利が出ない。機械ももう安定モードに入っている。時間を使ってますね、これ。わざわざ時間を使いに、あーっと逆転負けしなかった。惜しい。機械4連勝。時間切れまでというか、あの開幕からガードしましたからね。あれテーダルシムが座る。ここで止まるか機械。やべ、これダルシムさんは絶対勝たないといけないですね。そしてできることならさっさと殺したい。自分のためを考えるとさっさと殺したい。もうあまり時間がない。あと3分。連勝止まるまでではありません。はい。さあ時間制です。あ、ロスタイムにします？ロスタイムか。
あっと、出ない、やばいぞ、これはやばいぞ。時間を使ってしまうと機械の思うつぼ。おっと、手前は加藤が5連勝でグリグラに並ぶ。あ、前に連れてください。さあ、これで機械がこの試合勝てなければ上がれませんね。5連勝2人です。さあ、めくってどうなる。おっと、あー、バカになった。これは死んだが、ガード投げる、そばたいしゃがみチェック、熱い。さあ、機械がいるにはこういう場面で笑いの神が降りることが多い。どうなるどうなるどうなる。さあ、あー、4連勝ストップ。これは残念ですね。じゃあ前に連れてってください。お願いします。さあ、現在5連勝がトップで2人。さあ、加藤6連勝単独トップ。ここで加藤対グリグラというカード。さあ、配信内では、おっと、回せない。ダルシムは、まあ、一気に殺すことができないキャラなので、ルール上は若干不利か。おーっと、おおお、手を取って投げて、これでまだ死ぬにはそのまでは遠くだったが、あと2ドット、うわー、ダブル食らってしまう。さあ、バイパーが勝って、カワシムとカワシム対バイパー2回目だそうです。これはもう運なんでしょうがないですね。おお、手前の台はグリグラが1本取り返した。さあ、あと1分です。もう連勝は望めない。止めることだけを考えた方がいい。さあ、でかいの入った。カワシムが逃げ切る。さあ、加藤が7連にリーチ。さあ、カワシムうまいが、バイパーも諦めてない方。おお、コンボ入れた。さあ、加藤ここで止まる。6連勝ですね。うわー、インフェルノ重なって、ではここでストップです。46分になりました。では20分終わったので、ここでストップです。集計いたします。1位は加藤 DJ の6連勝、決勝勝ち抜けです。そして2位がグリガラフェイロンの5連勝、決勝勝ち抜けです。なので後半戦免除になります。はい、ではもう一回くじを引き直しますね。これで13、それでは後半戦、あ、ちょっとこれ殺しちゃってください。
はい、それでは、セロさんも来る、あ、まああのー、何人参加しても OK なんですが、その時点で一番後ろに並んでもらいます。1番を引いた方、黒1、はい、ミヤさんが影響体 1P 側、そして2番、お、サルさんが嫌がってる。じゃあ50分スタートにしますね。はい、3番、あ、第3がここ、はい、4番、テサ、おお、まだ始めないでください。50分になった瞬間にスタートでいきましょう。4番、ああ、5番、6番、7番、8番、7、8企画ですね。9番引いた人、9番、10番、11、12、13がグッチさんで、その後ムナーリさん、ムーさんの順です。はい、じゃあ50分待ちますね。では先ほどと同じルールでいきます。あ、じゃあスタート押してください、どうぞ。さあ、いい、あと、はい、彼キャラなんでもいいです。ミア、シャル、ダイで、トモザ、アイパー、ハニバル、カワシム、ハニバル、カワシム、機械タコ様、よし、カイトコ様、ヨシ、グッチ、ムナーリ、ムムナーリ、ムーと、はい、並びました。ルール聞いといてくださいね、後ろの2人。さあ、それでは試合見ていきましょう。おっと、カメラが怪しいぞ。あ、つながりましたね。さあ、こっから、21時10分までの後半戦でございます。さあ、まず1試合目、シャルバイソンが取って一勝。グリグラさん喋ってくださいよ。それはうんです、うんです。さあ、ダイさん一番後ろに並んでくださいね。で、ダルシムが一勝。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。グリグラさん、いやー、ちょっとあのあれですね、キャラの相性が良かったです。相性が良かった、うん、残忍対に、そう、あ、でもあと最初のグチさんが竜で、で、手さんがあったけど、はい、うん、まあまあまあ、あとはカニバルさんか、ブランカ、あー、なるほど、相性が偏るキャラなので、うん、そうですね、運がいいと相当いけますよね。そう、でもまあ、悪いキャラもいっぱいいるから、そうそうそう。だから今やってるこのシャル・トモザっていうのは2人とも強いけど、はい、キャラでやられちゃうところがあるのかなっていう感じはありますよね。さっきも結構トモザさんそんな感じで、あ、うん、あ、しかし強いですね、トモザ・バイソンが 1P が、おっと、テイ・ダルシムは2連勝、座るのは、座るのは創造残儀が手前側、あー、友だ、ごめんなさい、マイクがぶっ壊れそうなんですよ。そう、さあ、ヘッドで切って、あー、失敗した、失敗しちゃった、友だが勝利。次、カニバルさんですね。カニバル、ブランカ、ここでブランカを引く、だ、こういうのがあるからなかなかね連勝がしづらくなる。まあ、今日はね、あの、チュンリーがいないので、あ、そうですね、かなりのキャラが、あの、生き残りやすいですね、うん、さあ、カニバルが強さすごい、ピオラない、
ブランカに待たれるとベガ相当辛いですよこれ。ナイトメア使って逃げた。おっとパーサー、お、溜まってなかったかな。ただ刺さらっている。あれなんか何でもない。この後は今の今小足中足、おー、あー投げ返す、投げ返す、気合い入ってるぞ友だ。さあなんだかんだでもう4分も経ってます。1回しか回んない人いますねこれ。ちょっと、おー、さあ手前は創造残儀がテイダルシムを誇る。そしてまたダルシム、ダルシム、あ、ネタ出ましたねあ、後半戦はロスタイムありにしましょうか。あー、はい、勝ち抜いてる人が勝ち抜いてるところは終わるまで、はい、終わるまで。あー、なるほど。トモさんうまいっすねやっぱりね、そのしっかりこういなしてる感じが。が勝負に行くところは重ねて投げる。トモの2連勝、こういうルールやっぱ燃える人がいますよね、うん。さあここで機械ガイル、機械ガイルですね。ピンクボタンを押してください。モーザ対機械、機械ガイルまた盛り上げて上がれなかったですからね今度は1対ヒット確認しないですね。おーサマーじゃないのか。ヒット確認してもあれ繋がる技ないんですよね。 あそこ、え、これ、これはい、あのコアコアまで入れちゃうとサマー入んない。あーコアコアがってことか、はい、あーなるほど。コアコアレンキャンソニックが入るキャラもいます。はいはいはい。そうするとレンキャンソニック中足みたいなので日和かねない。おー、あー、さあ手前はカワシム勝利。カワシムもまた手前台はダルシムザンギ。ザンギが2人並ぶことが多いのか。お、セラさんも並んでくださいよ。もう間に合わないから。今日はね、あのバーサスハイルールに、関西ルールをミックスした感じでございますさあ、トモザ対おー、見てからザンギが怖くなダブル様、ダブル様ぶっぱする。トモザ2連勝でストップ、機械勝利。さあ吉流はここまさっきは S 流を選びましたが今回何にするのか。ガイルだから竜ですか。あ、X 流ですね。 X 流しましたね。さあ機械ガイルはおっとおっと波動が出ない。よくさん、自分で緊張しいと言ってたので、あーなるほど、大会は総流どころか波動も出なくなるという。よくさん、なんか道義キャラとかガイル戦とかなんか、はい、好きそうというか。そうですね、なんか、うん、高校前ですよ。かなりやってそうな感じが。あーあなんか飛んでるんですよね。なんか飛んでるのは機械、いつもそうなんです。そこ前飛びっていうのがそうガイルなのにっていう。昇竜食らっても自分平然としてますからね。うん、まあ、平然とできない体力でもやります、ね、この体力だったらまだっていうところだけど、はい、リンクさすがにか。これはあーっと珍しくグワードしましたね。まあもう投げられてもっていう計算で、はい、今回はそうですね。さあ手前ではカワシムが2連勝。うまい。待ってる。さあグッチがカワシムにかぶせない。あーあー、機械さんこれで2連勝ですか。です、これ2連勝ですね。まだ2連勝ですよ、長いですよ2連勝。おここでムナーリ、遅れてきたムナーリ、俺はこれ1本でいくんだと。
クロサガスと選択開幕開幕立ち台パンっていうオアが入った。おかっこいい。ガイルはこの組み合わせうわーきつい。追い詰めることで半分ぐらいはあの体力強化しにできるので、うん、前に歩いて食らいに行くのありですね。なんかサガットがなんか体力を使ってどうこうみたいな感じが。そうですね。ねえ、その弾打って相殺されてみたいなのが厳しいっていう。何も起こらない時間が多いんです。そうで、かといってワンチャンでいけるのってピオコンぐらいかなっていう気がするんで。ピオコン入らないですね。そう、普通はね。そう。ガイルに入ってんのあんま見たことないです。そう、だから接近してどうこうっていうのがね。手前はグッチ勝利。カワシムが2連勝で止まる。ムーさんがここで並んでいる。ダルシムが。いや、似合いすぎだと、これは。さあ、前に詰めてください。前にな。前に移動してください。厳しい。弾打ちたないといけないけど、弾打つとはやられちゃう。ソニックを先に打たれてる時点でもう若干不利から始まってます、うん、おっとうわっ、とがきつい。厳しい。今の下を普通に潰されちゃうのきつい。機械3連勝。ここで三宅、おさっきも当たってましたね。さあ手前のラインはグッチ対ムーといういつものカード。ムーさんが1本取ってます。お、ミヤ龍龍あ、剣より全然相性的にはいけるっていうところですね、うん、でもミヤさんは剣の方がタイプ的には合ってる気がするけど、どうだろう。シュクレンドの差も、おっと、あ、手前はムーが勝利。グッチ一層で止まる。そしてダイ、キャラはどうするのか。キャラ自由ですからね。おおさあミヤ龍が、おお、何もない。ダメージが欲しい。ああ危ない。ジャクジャクガードして、あ止めんか。止めん。使いガイルすごい連勝してるように見えて、まだ3連勝です。時間をモリモリ使っていく。あ、しっかり落とす。さあ、おっと、いい飛びがコンボには至らず。さあ、ジャンプ曲が入ってしまう。おお、引っ掛けた。ただのうん、しゃがみたい。シェイクモリモリモリ、フルヒット減ったぞ。さあこれは、あーあどうなる、まあ、でも、ああ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 。さあ最終ラウンド、最終ラウンド、勝利落とした。アッパー波動か。さあ手前はムーが2連勝。今回でかい連勝が全然ないですね。ないですね。あと8分しかありません。ハイペースで進んでますね。これちょっとシンク当てないけど、あっ、キレも登場。あー、しっかり対空。さあ、機械が4連勝で、4連勝で4連勝、ね、あー、これはちょっと今の感じだとかなりでかいですね、はい、座るのがシャルバイソン。手前の台ではバイパーホークがダルシム3連戦ですね。うわー厳しい。ダルシムとしか当たっていない。4連勝、4連勝か。もう完全に運なんだよねこれは。さあ短波、おーしゃがない。やられてる方がやってるっていうね、アピールも忘れてない。おムーさんがこっそり3連勝。3連勝、これも。そしてダルシム、ダルシム、キャラか。またなんかさっきもありましたね。ダルバイやってましたか。ダルバイさん相当攻めてて、
止めましたね。止めましたね。そしてカニバル。カニバルブランカですね。カニバルブランカ。この人は本当ブランカ一本ですからね。さあグランド入って、手前そうこういう組み合わせ得意そう。手前は1本テイさんが取ってますね。お、私の同キャラはもうなんか流れを掴んだら勝ちになるんで、実力以上の何かを持ってないといけません。さあシャルが徹底している。さあなんか残機が増えましたね。残業多いですね。大きいサイコロさんもいますね。さあ連勝がなかなか進まないぞ。さあムーがこっそり4連勝しようとしている。こっそりしてしまった。してしまった。機械ムーが4連勝で並ぶ。そして肖像懺悔。攻める攻める。カルバイソン対カニバルはここはあーこれが厳しい。2冠戦をおお実はグランドシェイブに勝てる技があんまないんですよ。はい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 。タンパが負ける、うん、クレイジーがスカって負ける。あ、スカって、ピョンっていうところだと。いや、着地でゴロゴロっていう状態に当たらないんです、はいはい、あー、そうなんだ、はい、へーとどめで出されると投げしかないです。はい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 。一応中足とかでも止まるんですけど、ああいう中足になることが難しそうですね。おーさあシャルが逃げ出した。この最後もう行けなかった。いやでもよく出したという感じですね。そうですね。クレイジーかなと思ったけど、うん、あそこでね、あそこのクレイジーやっぱ読まれますからね。そうそうそう。そこで青木サイコロ来ましたね。来ましたね。さあ手前の台でこっそりムーが5連勝。5連勝。あ、これはちょっと機械さんが4連勝でムーさん5連勝ですね、はい、そうですね。トップです。さあ青木サイコロはおっとタッチパンで止めるが、で止めて体力なくなってからあれ振ってもあんまり意味が。さあどうなる。前は詰めている。あ、ミドルが止められた。あー、アッパー選択はうまい。ダブラリには勝ちやすいですけども、あそこで台足だと死んでしまうので、うん、結構怖い選択ですね。さあ手前の台はトモザ対ムーが殴り合い。あー、なるほど。気合が入るんです、この2人。うわー、しっかり仕込んでる。ファイル受け取っている。ダブラリー、スクリーンヘッドしっかり出してる。さああと3分です。お最後はあおおいったいったいった。20分だとね、ちょっと難しかったかな。あさあ、手前はムーが6連勝。6連勝タコ様またダルシムずっとダルシムと当たってる、まあ、ダルシム連勝しやすいですよね、やっぱり。そうですね。あ、行かない。が、あ、あれでもあれクレイジーは K ラリーで潰せる、はい、アッパーのアッパーには負けます。負ける。ああ、はい、そうか。だからガードっていう選択か。なるほど。
さあシャルが3連勝。シャルさん3連勝ちょっとありそうですね。まだね、ロータイム取りますので今回は。ああそっか、勝ってる人はそのまま勝ってればまた機械さんが落ちることになりますよこれ。なるほどなるほど。しかしさあヨシさんだザンギーを選択。うわやらしい、しっかり止める。タコ様がさっきはカワシム、今度はムーン。スクリューいけず。また赤ちゃんやってますよ。しゃがみダイパン。さあ、台足。おお。お見合いしちゃって、その後ですね。さあ、ムーンが7連勝。7連勝はもう連勝伸ばす。これはそしてダルダル。さあダルバイソンは上がれるのか。クレイジー、クレイジー、スクリューで、おっと真ん中いっちゃった。真ん中にいっちゃうともうスクリューいけないですからね、さあ10分になりました。これでこの試合で、連勝が止まった時点でストップです。さあグランド、グランド飛びに対してね、シャルさんがやっぱ飛び見てアッパー出してるんですよね、はい、だから逆に潰されるっていうケースが結構さっきからあるんですよね。キンキン言ってごめんなさい。さあグランドアッパーでアッパー出す。シャルが4連勝、まだありますよ。機械さんと並んでますね。ムナーリさん行っちゃってください。連勝が止まるまでです。さあムーは、あーっとカワシムが止めて手前のない、これでストップです。ストップ、あーあ、ピンクのボタンですね上は。はい、では、シャルバイソンが負けるまでこれは継続いたします。なるほど。ムーさん決勝進出です。シャルさんがこの試合勝てば、ここで勝てば機械さんが落ちます。今4連勝中ですね。機械さんは2連続です3位というとても残念な結果になるが、ムナーリ次第、ムナーリどうなるか。しかしこの状態相当きついでしょう。相当きついですよ。で、4連勝で並んだ場合はさっきも言いましたけど、2人で勝った方が、アッパー出しちゃった。さあでももう一回たまるんですよね。グランドアッパーでかい。 あれもね34ぐらい減るんで。なるほど。さあムナーリがちゃんと見てるな。見てますね。台をヘッドで抜けてるっていう、あそこの間合いで。さあ余計な突っ込みはしないぞ。おー、いい反応だったか。反応良かったんですけどね。どうしても下がった決め打ちになっちゃいますからね。さあこれは相当、これは厳しいぞ。相当やばい。あー、しかしムナーリ猛虎魂を感じる男ナンバーワン。タイガーショットだって変なぶっぱされて終わりみたいなところだから非常に。さあ時間もなかった。さすがにこれでまだまだまだ継続です。機械さんが落ちるのは確定です。はい、負けるま、シャルさん負けるまで。ムーさんが7連勝なんですけども、これを超えた瞬間にじゃあストップします。ああそうですね。現在5連勝。そしてグッチが入る。おっとパンパーいきなりでかいのが入ってダメージも
ゲージも申し分ないあの3とか4とかあの辺ですね、うん、あーゲージが溜まってしまった。おっと投げ返し、とりあえず真空を匂わせての投げで画面端ガーアッパー。さあいいガードですね。いやでもあそこやさすがにあれですね、中足生だけっていうところはさすがですね。横溜まってないんですけどね。そうか、中足ガードしたらギリギリヘッドが溜まるかもしれないですけど。おーっとこれはおおおー垂直大パン、シャルできるパンチ。さあ3パーいてファイヤー燃えば、まあ、反応してたっぽいんですけどね。ふわって投げてヘッド、さあこれはグランドからのピンチの状況、グッチどうする。うわー危ない、あおお飛んだクレイジーラッパー、出すかここ。さあこれで6連勝第3。いや最大で、はい、次ミヤさんまで。そうですね、ここでシャルさん勝ったら7で8に行くかどうかっていう。8に行くかどうかですね。大ヘッド、ちゃんと見てるなうおーよく見ている。ダイソンはやっぱこう後ろ下がりが強いので、うん、下がってアスバライ使ってグランドみたいなのが入るともう流れが変わるよ ね、 そうですね。さあゴスった、クレイジーはもう一回溜まると計算したのか。まあでもなんか当たっちゃえばもうこの体力だと思う。そうです、おーヘッド、キャラの手振りかけ、あれ避けらんないですからね。今前飛びでもダメですかね。前でもダメです。ダメ、いろいろ試してましたけど結局無理ですね。龍はなるほど。さあグランドから下段を埋めてラッシュが続く。この間合い厳しい、ガードバイスうまい、竜巻で逃げてもその後がっていう感じなのかな。そうですね、ゲージ溜まってるし。さあもう一回端に詰められて、うわ、大足入る、大足入る、あうわダッシュストレートなのがちょっとやらしいですね。あれね、飛び道具で強いんですよね、うん、さあ時間、おおやっちゃった。さあこれで7連勝並んだので、ミヤさんこの試合がまあラストになるのかな。さあちょっと長、意外にも長丁場になりましたが、グリグラが5連勝、加藤が6連勝ムーが7の7で、シャルがどうなるか、どうなるか、まあ、宮健ペースですね。膝死んだか、しゃがみぐらい、うわっここで打ったら死んじゃうから、ここですね。あー出なかった。いやどうする、ここで反応されるんだったら厳しいけど、この前反応できないですね。うわーなんだ今の、ここは今のところは打っていい気がするんだけど、どうなんだ。宮天が無の気持ちが波動で、いや勇気、勇気ですね。まあグランドの後に打つのがセオリーの一つですからね、うんうんうん、おっと、おいしい。さあ、中パン、中パンだけだけど、さあ、ゴチッタ表、表裏がきつい、難しいな。さあ、グランドよく見ている、昇龍にしっかりアッパー見てますね。こんなんは通らんぞと、単独の8連勝がこれで見えてきた、うん、ヘッドはそこの波動はちゃんと溜めてると。さあこれは膝地獄、おーいけない、コパン
中盤から入っちゃう。これはうおバックジャンプもさせない。バックジャンプとがめるという厳しさ。厳しい。ここは打てないから歩く。おおニアがあいけるのか。いったけど。おお。クレイジーで削って単独8連勝。おおすごい。ではこれでストップです。では決勝戦進出メンバーはいいですか。シャルさんが8連勝、そしてムーさんが7連勝、加藤さんが6連勝、グリグロさんが5連勝でございます。で、連勝数の多い人が選んでください。いいですよ。さあ誰を選ぶ。シャルさんがムーさんを選ぶ。組むので、決勝戦2オン2になる。はい、そう。では 1P2P はじゃんけんしてください。最初はグーじゃんけんほい。はい、ここでスイ 2P 向こうです。では決勝戦いきましょう。呼んで組もうと思ったけど、ありましたね。さあ先方は申告制、いつものバーサスルールと同じです。あ、小江戸さんも来た。先方決まりましたか。さあ 1P 側迷っている。どうする。さあ先方申告をお願いします。 OK、 はい、これ 1P 読みがちですね。でクレジットを2枚入れといてください。お、タコ様よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこっちはやることないんで、まあマイクでも持ってますわ。もうダルスロット何回当たりましたか。2回かな。はい、はい、そのまあ、ムーさんとグリグラさんと自分が両方とも当たった人じゃないですか。あ、そうですか。あ、どっち応援しますか。いやー、どっちも応援したくないな。どっちもきついですもんこれ普通に。まあ、この組み合わせはまあやっぱダルシムが有利で、ダルシム有利なんですけども、はい、やっぱピオリやすいので、まあそれありますよね。ワンチャンはあります。特にあのなんか劣化剣のコンボでピオっちゃう時があったりして。ありますね。あれひどいですよね。半分減ってピオるってことは死ぬってことですから。まあそういうことですからね。おお、うまい。しかしこれはムーが、おお、ほぼ完璧な立ち回りですね。強い強い。おお。おお、いけない。あーっと厳しい。おーっと、パーフェクト。パーフェクトはすごいな。なんと後から出てきてこっそり7連勝もして、美味しいとこだけ持っていく。さて加藤さんがまあ DJ ですね、ですかね。はい、さあ加藤 DJ vs ムーダルシム。はい、ダルシム戦は相当得意分野のムーさんですが、はい、ええ、まあ、本人も使ってますからね。ええ、そうなんですよね。ただ組み合わせ的にはちょっと厳しい感じですよね。かなり厳しいと思わせといて、はい、あの例のチューブダイヤでは全然いけるっしょみたいな感じらしいんですよ。あんま参考にならないですよね。その領域になると、うん、まあ確かにリードするというのはポイントで、リードすると遠距離からダルシムがダメージをなかなか取れないので、あるいは落ちたらそこが好きになるみたいな、なるほどね、見立てではありますね。
さあしかしこの状況、これだとちょっと厳しいかな。おーおー、当たってしまった。おっとムーさんが、ムーさんムーさんが神が宿っているという、やりますね今のは。やりますね。ドリルしなくてよかったんじゃないですか。まあそのままガードでも問題ないですよね。ガードだとちょっと嫌だったんでしょう。あ、ちょっと時間的に厳しく、あーあ、間に合うんですねガードが。隙が付けないです、あの技ですよね。状況は全然良くなっていない。ちょっと厳しい。あ、さあムーがこのままいっちゃうのか。あ、そうですね、もうこれで、そうですね、大将、大将加藤なので。そうだ、早いな。おっと、いい投げ、投げたぞ。さあどうなる、どうなる、加藤の飛びがいいですね。 DJ の一歩踏み込んでからの飛びですからね、すごく長く感じる。あ、厳しい。おお、投げるからのガードした。今度はこすった飛び、おお、おおっと、からの選んだ。おお、やべえ、減ったスライディングで。今のはすごい。あららららら、成したのは加藤。さあこれで、あ、まあ流れ的にはいいですね。そうですね、ええ、粘り勝つのがスタイルですねやっぱ加藤さんは。はい。さあシャルバイソンですね、さっきと色は違いますが、はい、本来はこっちの色ですからね。はい。おお、今のバックジャンプバレているが、ちょっと置いてからの、あれですね、ダッシュストレートって出は遅いけども出てる時間長いですね。そうですね、あれで当たっちゃうんですね。うん、うん、おお、早速熱い。おー、うまい、うまい。あと今のは危ない。あたー、さあこれはスリカブ。あー、さあワンピース加藤がリーチをかける。加藤さん冷静だな。さあバックジャンプ、まあ、またしても開幕大ストレートってことは、はい、結構何でも食らいますよ。おお、しかしそうなります。あー、でももう体力ない。おお、すまん、めくりいかない。そうですね、加藤さんはもう立ち回りでっていうスタイルなので、あーっと芋掘り。さあ決勝戦ファイナルラインラウンドまでもつれ込んだ。もつれましたね。加藤 DJ はまたしても下がる。そうですね、これが加藤さんのスタイルなんで。おーっと、ちょっと厳しいか。おー、見寄ってしまった。シャルが8連勝で実力を見せつけて、そのまま決めました。シャルムーというチームになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。では一言ずついただきましょうか。どうですか今回のルール。まあちょっとルールがよく分かってなくて、まあ いつものことなんですが、はい、あ、どうもこんばんは、ムーです。ちょっとルールがね途中まで分かってなかったんですが、 DJ に負けちゃいましたけど、シャルさんが最後すごかったね。なんか中足立ち台版のニヤヒットがあれ ねすごいですよ。シャルさんに助けられました。はい、ありがとうございます。ではシャルさん一言お願いします。なんかうまいことカバーできてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。それでは今日のイベントはとりあえずここまでとさせていただきます。個人的には結構面白かったです。またやっていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。来週は日曜日でございます。よろしくお願いします。 Thank you。
ーポー